浦島伝説。日本神話の一つに、天照大神の孫ニニギが天孫降臨で地上に降りてきた後、その息子たちの物語で山幸彦、海幸彦の伝承があります。その話は日本昔話でよく聞く浦島太郎のモチーフとなっていると言われています。その神話の中に出てくるアイテムが、実は時を経て空海の手に渡っていたかもしれないというのです。神話と空海、一見かけ離れた説ですが、いろいろ共通点があるのも事実なのです。こんにちは、藤吉田です。今回は前回に引き続き、浦島伝説と空海の関係性に迫る動画です。前編の動画と合わせて見ていただけると嬉しいです。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。塩三つ玉、塩昼玉は二役であり、賢者の石だった。浦島伝説は丹後が発祥地とされ、丹後半島には浦島湖の伝承地ゆかりの神社が点在しています。したがってこの神社の宮司家に生まれた如意と浦島湖が同郷であるというのは筋が通っています。ところで広く知られている浦島伝説のラストは、竜宮城から故郷に帰った浦島太郎は乙姫から授けられた玉手箱を開けると、たちまち白髪の老人になってしまったというのが定番ですが、実はオリジナルはこれとは微妙に異なっています。浦島伝説の最古型は丹後国風土記一文に記されているのですが、これによるとラストシーンはこうなっています。浦島湖が乙姫との約束を忘れて箱を開けると、一瞬のうちに若々しい肉体が風雲とともに天空に飛び去ってしまったとなっているのです。つまり浦島湖は箱を開けると白髪の老人になったのではなく、雲に乗って天に飛んでいったのだというのです。このシーンは一説に神仙の視界を暗示していると言われています。古代中国の道教では、修行を極めた神仙はセミやヘビが脱皮するように古くなった肉体を消滅させて魂は昇天すると信じられたのですが、このことを視界と言います。不老不死の形態とも言えるのです。つまり箱を開けた浦島湖は不老不死の神仙となって異界に姿を消したと読み解くこともできるのです。また丹後国風土記一文では、浦島湖が連れて行かれたのは竜宮城ではなく蓬莱山、すなわち不老不死の神仙が住むと考えられた道教の理想郷であったとも言われています。このようなことを考え合わせると、浦島伝説の玉手箱には道教における不老不死の霊薬金丹二薬が入っていたのではないかと思えてくるのです。つまり浦島湖が如意にの持つ箱を紫雲郷と名付けたというくだりは、その箱の中に二薬が入っていたことをそれとなくほのめかしていると取ることもできます。ちなみに紫雲は一般に吉兆とされてますが、これは神仙思想、道教思想で紫色が重んじられたことと関連していると言われます。つまり紫雲郷の中に入っていた塩三つ玉、塩昼玉とは二役であり、東洋の賢者の石だったのです。古代丹波王国では女服の末裔が錬丹術を実践していた。塩三つ玉、塩昼玉は二楽という見方を裏付けるのは浦島伝説だけではありません。ニウという地名が水銀鉱山を意味していると言われていますが、丹後にも
実は二宇津神社が存在しているのです。丹後半島の日本海側に近いところで、この神社からは北に5キロほど離れています。祭神は水葉の目ですが、おそらく元来は二宇津姫であり、ここに二宇族が住んで水銀を採掘していたのだろうと思われます。また丹後半島には銚子山古墳、新明山古墳など大型の前方後円墳が点在し、半島全体の古墳の数はなんと6000に上ります。したがって古代には丹後半島に大和王権とは一線を画す王国があったとする古代丹後王国論が唱えられるようになりました。さらに注目されるのは、日本海を介しての大陸や朝鮮半島との深い交流の痕跡です。丹後半島の西側の付け根に近い日本海につながる場所にある遺跡からは、中国清王朝の通貨と中国周代の唐銭が発見されています。そしてこの神社には寛大のものとされる銅鏡が今に至るまで秘蔵されていて、神宝となっているのです。つまりすでに弥生時代には丹後と大陸との交流があったと考えられるわけで、となれば丹後に早くから銅鏡や神仙思想、そして練炭術が伝来していたとしても、なんだ不思議ではないのです。しかも丹後半島の新崎は徐福が上陸した地と伝えられていて、彼を祀る新崎神社が鎮座しています。徐福とは中国清の始皇帝の命令により、不老不死の薬を求めて東の海に船出したとされる法師です。もちろん彼は練炭術にも通じていたことでしょう。さらに言えば、浦島湖のモデルは徐福であったとも考える学者もいます。さらに極めつけは丹後の荷です。丹後国は古くは丹波国の中に含まれ、丹波国は現在の京都府北中部と兵庫県東北部を合わせた地域を指しました。それが713年になって京都府北部にあたる地域が丹波国から分立して丹後国となったのです。丹波は古くは谷波と読まれ、谷畑が語源と言われていますが、丹波にしろ丹後にしろ、すでに奈良時代からにの字が使われています。この字が地名に当てられたのは、この地域でかつて丹砂の採掘と調合、つまり練炭術が盛んに行われていたことが広く知られていたからではないでしょうか。この地名こそが丹後と新訳とのつながりを何よりも強く証明しているのです。だとすれば、かつてこの神社に伝承されていたと想定される塩水玉、塩昼玉とは、古代丹後丹波王国の練炭術の遺物であり、徐福の末裔たちによって製造された二薬そのものでもあったに違いないのです。今回が真内御前から錬金術の秘技を伝授されていた。これらのことを踏まえて改めて考えると、こんなシナリオが思い浮かんできます。唐で密教錬金術を収めた空海は小宇野山を改装し、その探求に本格的に取り組んだのですが、道半ばで行き詰まってしまいました。そこで青年時代に探求した銅鏡系の錬炭術のことを思い起こし、そこに打開のヒントを見出そうとしました。そんな時、真内御前と出会うのです。彼女は古代丹後丹波で伝承された錬炭術の秘伝を受け継ぐ人物であり、父親から二役と伝えられる家宝の塩蜜玉、塩昼玉を授けられていました。空海はこのことを知ると、真内御前の元を訪ね、塩蜜玉、塩昼玉を見聞して錬炭術の奥義を学び納め、それを密教錬金術と融合させました。ちなみに空海の母方の後氏は物の部氏の氏族と伝えられ、にぎはやひよそしんとしています。一方、真内御前の出自である海府氏の祖神天の穂明の御事は、別名をにぎはやひというともこの神社では伝えられているので、海府氏も
また物のべしの系統に属すと考えられます。そうなると空海もマナイ御前もともに物のべ系で同族ということになるわけで、このようなことも二人の絆を強固なものにしたことでしょう。あるいは空海はマナイ御前のことを錬金術の女神ニウツ姫の化身とみなしていたのかもしれません。すなわち原稿釈書に収められた雨乞いをする空海が如意から二役を手渡されたという相話は、空海がマナイ御前から古代の錬丹術の秘伝を伝授されたことのメタファーに他ならないのです。いかがでしたでしょうか。全国に残された空海の超人的なエピソード、もしかしたら神話に出てくるアイテムを所有していたら本当にそういった異常現象を起こしていたのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。